さあ選手たちが今ピッチ上に姿を現しました。さあ振り聞こえたのはいわきです。やはり山下が蹴っていくようです。手を上げた。さあ中央ヘッド、クロスバーの上でした。さあ岩渕から宮本狙っていった、決まった。左足一閃、ボランチの宮本が決めました。さあゴールを決めました。見事左足一閃でした。日高は今シーズン2ゴール目ということになります。間に合いました。さあここから仕掛け、進入してクロスを上げていきます。ヘッド落とし、決まった。最後富山が押し込みました。1対1同点。前半のアディショナルタイム、前半の終了間際、試合は振り出しに戻りました。ゴール前見事に崩していったというシーンでした。さあもう一度横山、横山が仕掛けます。横山切り返してマイナス渡して菊井のシュート、あー押し込んだ、決まった。見事富山今日2ゴール目、最後は富山が仕上げました。2対1逆転松本、見事富山が拾いました。低いの中に入れていってやったのは、他の選手に当たってルーズになったところ、山下が入れていく、流れてヘッド、巻いてくるボール、長い、ここは安藤が行く、あしかしファールです。安藤のファールです。すぐに始めようとします。あーカードが出ました。あ、安藤に対してイエローカードが出て2枚でレッドカード退場です。さあそのまま流れて、そのままゴールラインを割っていった。ここで長い笛が鳴りました。今日2ゴールの富山も喜びを爆発。